皆さんご機嫌いかがですか。次郎丸です。いつもご視聴ありがとうございます。今日は、草刈り機、ここにグリスを刺せば長持ち&高速回転維持ということで、畑のメンテに大事な草刈り機でございますが、農機具屋のおっさんがですね、ここにねグリスアップしたらね草刈り機がむっちゃ長持ちするでーって教えてくれました。だからやってみます。まずね、このヘッドギアっていうんですかね、ヘッドの部分を外します。もう外したことがないんでね、ネジがガチゴチに固まってて、まあでもなんとか取れそうです。もう一つ留め具を外さないとね、いけないんで、これも固まってました。ドライバーが回らないので、ネジ山潰してしまうので、このなんか挟むような器具でグイッと挟んで、で、なんとかドライバー突っ込めました。まあほんまにね、もうガッチゴチに固まってて硬かったですわ。やっぱりちゃんとメンテしとかなあかんのですよね。ということで、ここもね固まってるかなと思ったらね、スポッとね、案外スポッと抜けてしまって、やや拍子抜けしたんですけれども、まあグリスを刺すところはここですね。ここにねグリスをモリモリに持っていくといいらしいです。まあだいぶね減ってしまってて、ちょっと拭いておきましょうか。ほいで、使うグリスなんですけど、このウレアグリスっていうやつですわ。カトリッジタイプ、何かね、いっぱいね、高速回転するような器具や道具がね、いっぱい袋に絵描いてあるんで、防塵防水に優れたグリス、高速回転にも合ってるグリスらしいんです。で、こういう蛇腹の容器がね、このエリック・カールさんのね、腹ペコ青虫みたいやなぁなんて思いながら、はい、色も一緒でしょ、頭が赤くって胴体が緑で、このお尻のチェーンをね、ピコッとこう外して、はい、ほいで、このネジネジをねじって、筒をねじって、本体を開いていくと。へい。ほな、前のは茶色。これ緑色が茶色になったわけじゃないです。そもそも茶色の、ボトルでした。これはモリブデングリスって言うんですけどね。これでこいつを、外して、まあ中身がね、まだ入ってます。はい。残ってるのでね、捨てずにこれは大切に使おうと思います。じゃあ、この腹ペコ青虫みたいなウレアグリスをセットしていきます。このネジがね合うようになった。で、キュ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 ッとこうねじって締めて、で、本体の金属の筒を戻してやるんですけれども、ちょっとシコシコしておきましょうか。こういう感じでね、ネジがね縮んでいって、蛇腹を押し出してくれるっていう構造ですね。なんか汚い汁がいっぱい出てきたな、嫌やな。まあほんで、ここにセットします。元に戻していきます。これでね、ここのチェーンをフリーにしてやると。で、この戻っていく勢いで蛇腹を押していくっていうような寸法ですね。じゃあちょっとグイッとポンピングしてみましょうか。な、ここの先からグリスが出てくるという、こういう代物でございます。グリスを盛るのはこのシャフトの部分、別にねグリスガン ここはいらんのですよ。ここは別にグリスガンでやる必要ないんですけども、グリスガンにグリスを、ウレアグリスをセットしちゃったので、グリスガンから出しただけ。で、ここにたっぷりグリスを持っていきます。もうこれでいい。これでいいらしいんです。で、ついでにね、ヘッドもグリスアップしておきましょう。ここの、奥のね、シャフトとギアの接点の部分ですね。ここにもグリスを挿して、で、指で伸ばしておきます。こんな感じかな。ここにさっきの、
シャフトの先のギザギザ部分がね、ここに、来るので、こうグリスアップしておきました。じゃあ、ヘッドギアは、毎回グリス入れてるところなんですけれども、これはニップルを使います。で、このニップルっていうのはね、こうやってね、はまってグリスガンと、ぴったりはまるような構造になってて、グリスアップがしやすいと。で、ここに、最初のネジを外してニップルをねじ込みます。で、これ、ね、先っぽがカチッとはまるようになってます。で、そのままポンピングしてあげると、何回かねポンピングしてあげます。これは別にね、シャフトとヘッドを外さなくてもすぐできる作業なので、ただまあ外してしまったんで、このまま、ニップルつけてポンピング、グリスアップしておきました。これね、ニップルそのままでもいいんですけどね、ここ草とか泥とかでね、ぐちゃぐちゃになってまうんで、ニップルがもったいないので元のネジに戻しておきます。その方が、安全ですしね、ニップルいつまでも綺麗に使えます。じゃあ、こういうちっちゃなパーツなので、なくさないように大切に保管しましょう。そしたら元のネジをこのグリス穴に戻して、ゆゆっとこうドライバーで締めておきます。じゃあ、ヘッドギア、突っ込んで組み立てていきましょう。で、最初外したネジを元に戻して、もう一個あったかな、2つありましたよね。で、ここを、適当に締めといて、で、もう一個の方か。あ、このね、見えてるでしょ、この飛散防止カバー。これ何かいな、思わはったと思うんですけれども、これね、むっちゃいいですよ。作り方の動画は概要欄にリンクを貼っておきます。わしの力作でございます。これ2世代目なんで、第1世代も良かったけど、この2世代目はさらにいいですね。はい。これで、元に戻したら、今度この部分をパーツクリーナーでね、きれいにしておきましょう。もうせっかくなので、ついでに全てきれいにしておきます。ドロドロや。で、きれいに拭けたら、今度はさっきのね、グリスガンから外した例の茶色い蛇腹、ここもね、このパーツ、こいつもね、ちょっときれいにしときますわ。これ大事な部分ですね。で、こいつもきれいに、拭き上がったら、さっきのモリブデングリスね、モリブデングリスをこの部分に塗布しておきます。さっきの輪っかみたいなの、これをね、戻して、そしたらこうやって回転させて、なじませて、はい。じゃあ、刃取り付けていきましょうか。まずは巻き草カッターをセットします。これね、ツルが巻いてくるのを防いでくれるやつです。チップソーをセットして、ジズライザーをセットする。使い込んでますね、このジズライザーで。ワッシャーをセットして、時計逆方向に締めます。で、回転止め、カチッとこうストッパーが固定できたら、ここをギュッと締めれば完成でございます。さあ、どんな使い心地になっているのでしょうか。うん、むっちゃむっちゃスムーズですね。まるで生き返ったようです。新品の時代に戻ったようです。
いい感じです。長持ちする草刈り機のグリスアップのやり方を紹介させてもらいました。参考になりましたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。この動画への高評価、低評価、コメント、そしてチャンネル登録お待ちしております。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。